茨城県道326号下野宮停車場線、第五町下野宮茨城県道326号下野宮停車場線は、茨城県久慈郡第五町にある JR 水郡線、下付宮駅と接続する県道である。JR 下付宮駅と茨城県道28号、大井湖、那須線と接続する停車場県道。第五町下野宮所の内で完結する。 路線延長約 0.5km の路線である。1959年10月14日、新たな県道として、九慈郡第五町大技、下,宮の下野宮停車場を起点とし、二級国道三戸郡山線交天交天を終点とする区間を本路線とする県道下野宮停車場線として、茨城県が県道路線認定した。路線認定当時は、 駅前の80メートル足らずの一本堂であったが、1984年に国道118号の旧道区間を編入して、現在の形になる。1995年に整理番号326となり、現在に至る。JR 下津毛駅の駅前道路を進むと、T 字の交差点に突き当たり、ここより左折して往後方面へ。 道なりで向かうと、茨城県二28号を追い那須線との交差点で終点となる。線形が、この地型のセンターラインが引かれていない1.5車線の道路で、第5町下屋ぐち区の生活道路となっている。福院、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。 AB 道路の区域決定茨城県法、号外10月14日よりハット ABC、道路の共用の開始、茨城県法号外第40号。P5、ABCDE、茨城県道路現況調書平成26年4月1日現在、茨城県法号外昭和10年11月29日、茨城県国時第731号より、県道路線認定。 茨城県法、号外10月14日より、道路の区域の変更、茨城県法、第7232号、P3、県道の路線名及び、整理番号の変更、茨城県法、第637号3月30日より、ありがとうございます。